ムレシ県は、ルーマニア中央部の県。トランシルバニア地方に含まれ、県とは、トゥルグ・ムレシュ。東は、ハルギタ県と、西は、アルバ県とクルージュ県と、北は、ビストリツナサウド県、スチャバ県と、南は、シュビウ県、ブラショフ県と接する。ムレシ県の総面積は6714平方キロメートルである。 県北東側はカリマニーコールグルニュー山脈とカルパティア山脈の丘陵地帯である。他の部分は深く広い谷が特徴のトランシルバニア高原である。県内の主要河川はムレジュ川である。またトゥルナバマーデ川とトゥルナバミカ川も流れる。県内の主要産業には以下のものがあるムレジ県とシビウ県は共に国内の天然ガス産出量の 約半分を担う。制御も行われている。2002年の調査によると、呉市県の総人口は58万851人で、ある。人口密度は1平方キロメートルにつき、約86.5人である。人口内の宗教割合は、以下の通りである。ガラワヤ村のトロイッツァ呉市県議会は34人の、議で構成される。 県は4つの都市、7つの町、91の小自治体で構成される。ナショナルインスティチュート・オブ・スタティスティックス、ポップエアレシャ・デュープ・エトニー・アーカイブド2009年8月16日、アット・ザ・ウェーバック・マシン。ありがとうございます。